ビビアンスー、ビビアンスー、ビビアンスー、ジョアカ、終了主演、1975年3月19日体は、台湾出身のマルチタレント。現在は、台湾、日本、中国を拠点に活動をしており、歌手、女優だけではなく作詞活動など幅広く、活動している。身長161センチメートル、血液型 A 型。1975年、 昭和50年3月19日、タイアル族の母と外省人の父、関東商売県区出身との下に、台湾の台中県、豊原市で生まれる。国立台北商業選科が、校付設交渉歩行、中退。1990年、平成2年、台湾の CTS テレビ主催、台湾美少女芸能コンテストでグランプリを獲得。台湾の男性アイドルグループ、 小古隊の妹分である、少女隊という3人組の女性アイドルグループの一員として、シングル、メリークリスマス、PS、I love you でデビュー。1991年、少女隊としての初のアルバム、割れ的信用さ旅行をリリース、さらに2枚目の、偏愛、敵心もリリースした。1994年、平成6年4月、 映画、ビビアンスーの恋しくてに、主人公が憧れる、ヒロイン役で出演し、香港デビュー。11月、ビビアンスーの天使の戯れに出演し、ラブシーンを演じる。ビビアンスーの天使の戯れの撮影終了後、フルヌード写真集、天使心を発売、ヘアヌードを披露した。1995年、平成7年1月、台湾で出版した写真集、 天使神の日本版、エンジェルの発売、アイドル雑誌、ボムへの掲載によって、日本のメディアへ登場。キャッチコピーは、台湾の宮沢理恵、台湾の有機内だった。5月、アダルトム系が、ビビアンスーの桃色天使にて主演。9月15日、大阪ギャラクシーホールでにて、日本では、初のイベント。10月、唇の神話、テレビアニメ、バーチャファイターの、 エンディングテーマリリース。11月、香港で、ビビアンスーの天使と悪魔に助演。1996年、平成8年、ゴールデンタイムのバラエティ番組、うっちゃんなんちゃんの売りなり。日本テレビ系のレギュラー。この売りなりで、日本でのほぼ全世代の知名度を確実のものにする。1997年、うっちゃんなんちゃんの南原清高、キャインの天野博之と、 ブラックビスケッツを結成。8月30日に、小竹シネマジャパネスク系の映画館にて、殺し屋嘘つき娘で日本映画初出演。1998年、平成10年4月、ブラックビスケッツからタイミングタイミング時期を発売する。オリコン、カウントダウン TV で初登場に、出荷枚数は約200万枚の大ヒット。 この年のカウントダウン TV 年間チャートでは、第3位にランクイン。12月、第49回 NHK 紅白歌合戦に、ポケットビスケッツブラックビスケッツスペシャルバンドとして初出場。日本レコードセールス大賞、新人ゴールド賞を受賞。1999年、平成11年、ブラックビスケッツの活動を停止、解散ではない。11月、 うっちゃんなんちゃんの売りなりを交番10月22日がレギュラー最後の出演表向きではブラビド指令をクリアできなかったための交番とされているがそれ以前から注目されるにつれて日本に限らず各国の仕事が多忙を極めるようになり売りなり収録日だった日曜日月曜日についても飛行機の移動が増すと日本へ戻るのが困難となったため同年春頃より ブラビ以外の売りなりたコーナー出演が極端に減るようになり、1998年まは、顕著に出ていた単発コーナーや、ランキングキャラクターライブのコーナー等、週によっては、他の企画やポケベに重点を当てていたため出番がない、はずの週も出演していた出番を減らしていた。さらに、ブラビとして、売りなりレギュラーとしても、最後のレギュラー出演の収録をしていた頃、 台湾時間の同年9月21日に、故郷、台湾で、台湾王地震が発生。当時のブラビシングル、売買の売れ行き部長、戦術の通りノルマ達成ならずやそれが原因による、ブラビキュの活動停止、故郷での大災害がトリプルで重なって起こってしまったことが日での露出激減をした最大の理由とされている。その後、売りなりに関しては口述の通り、 二回ゲスト扱いで出演しただけだった。それらの事情もあり以降、売りなり以外の日本のレギュラー出演番組も引き続き、持ちながらゲスト出演含むも主要な活動拠点を台湾に移す。2000年、売りなり初のインド映画、ナトゥゲスト出演のため、一年ぶりに一時的に売りなりへ復帰する。ただし、ゲスト扱いなのでナトゥ関連コーナーの未出演。2001年、 佐久間正秀を中心に、土屋正美、ミックカーン、屋敷豪太と、ザ・ DEP を結成、ボーカルを担当する。5月9日、ザ・ DEP から、アルバム、地球的病気を発売。2002年3月、最終回の売りなり祭りで、ブラックビスケッツが特別復活し、ビビアンもゲスト出演として復帰。ただし、ゲスト扱いなのでブラベライブ終了後の他コーナー、出演なし。 ブラビの楽曲4曲すべてを熱唱した。8から10月、PC オンラインゲーム、エターナルカオスのイメージガールを務める。2003年、平成15年、元シャムシェードのエンドーカズマとビビアン・ア赤カズマとして、毎日放送、TBSK、TV アニメ、機動戦士ガンダムシードのオープニング曲を歌う。作中では、声優として愛車の声を当てたが、 後に放送された特別編では、同キャラクターの声は平野文に差し替えられている。2004年、日本での所属事務所を、スカイコーポレーションの子会社である、スカイプランニングから、吉本工業へ移籍。韓国のマネジメントは AGC が担当。2006年、平成18年2月、持病の外反防止が悪化し、主演映画、 靴に恋する人魚の台湾上映 PR 直後に台湾の病院に入院5時間の手術を済ませ療養しながら仕事復帰7月靴に恋する人魚公開前プロモーションのため来日また療養中に作詞活動を行う9月新アルバムビビを台湾で発売香港シンガポールマレーシアの各国をプロモーションで回った 2007年、平成19年1月下旬、主演ドラマ、天使の約束が日本で放送される。2月から約2ヶ月間アメリカに留学し、英語、歌やダンスなどを学ぶ。3月15日、台湾の台北市で開かれた下着メーカーのモードマリエのファッションショーに出演し、前は B カップだったけど、今は C カップに成長したと述べる。8月、花吉美兄弟と、 ワーナーミュージックに移籍する。9月13日、台北でのイベントに出席した際、顔面麻痺であることを認める。10月、第20回東京国際映画祭協賛企画、2007東京、中国映画週刊プニング映画として上映された、運水舞台に出演。2008年、平成20年2月、旧正月、2月7日前あたりから、 父親の看病に専念するために一時的に休業するが3月に復帰する。4月、中国各地を代表する100人の一人としてオリンピック100日記念イベントの主題歌、北京歓迎を歌う。5月、超恵み妹の応援で林氏、霊、林、チー林と共に来日。2009年、平成21年3月20日、沖縄国際映画祭にて、 中国映画、狙った恋の落とし方。映画祭放題、If You Are the One の舞台挨拶をするために来日、秋以降に日本語の CD を発売すると発表。2010年、平成22年、テレビアニメ、来る、猫のテーマソングをきっかけに、日本での活動を本格的に再開することが決定。また、ピーター・ホーと共に、上海万博のテーマソング、美少吉を、 同年10月、第23回東京国際映画祭で、中国代表団が台湾代表団に対し、中国台湾の名称を使用せよと要求し、台湾側がこれを拒んだ台湾表記問題が起きたために開幕式に出ることができず、私たちがどんなに頑張ってもどうにもならないと悔し涙を流した。2015年、平成27年8月13日、シンガポールで、 第一師団児を出産。妊娠3ヶ月頃に、ウイルス成長炎を発症緊急入院し143日間寝たきりとなっていたが、胎児の体重が2ラムまで育つのを、町帝王切開で出産した。特技は、スポーツ全般、特にボーリングの最高得点は256点。好物は、抹茶アイスクリームとしゃぶしゃぶ。好きな言葉は、努力。目標は、 誰からも愛される歌手、女優になること、台湾の家族に家を買ってあげること、北京語、台湾語、関東語、英語、韓国語、日本語を話す。ビビアンにとって大好きだった祖母との会話は日本語だった。祖母は北京語があまり得意ではなく、話せる言葉はタイアル語と日本語だけと語っている。また、 香港出身のタレント中ンと遭遇した際も、お互い北京語が苦手で、日本語で会話していた。来日後は、歌手活動や日本語の未熟さから、際物系の外国人、タレント扱いで、バラエティ番組に引っ張りだことなる。日本在住当時は、東京都、神田に住んでいたとコメントしている。売りなりにいて、ビビアン本人が発言していたが、ネタの可能性もあり、審議は不明である。 そのキャラクターゆえに、南原清隆からは、お前のボケは、うど、鈴木を超えてるなと評された。1999年から2002年頃まで、ルナジーのギタリスト杉曽との交際が報じられたことがあった。日本での活動期間中も何度か台湾での仕事のために、レギュラー番組を休むことがあったが、1999年以降は、主な活動拠点を台湾に移行。 ただし、前述の通り、売りなり以外のレギュラー番組とゲスト出演は継続。その後も、千秋などとは連絡を取っていた。2010年より本格的に日本での活動を再開。過去多くの男性との交際が報道されたが、いずれも年下ばかりであるため台湾自由時報3月21日版で、年下月、姉姉相手々と報道された。 スキューバダイビング関連会社パジジャパンのイメージキャラクターとして、プロフェッショナルのモデルダイバーを務めたこともある。母、姉、弟ともに、日本への留学経験があり、弟は2007年まで留学していた。元モーニング娘。の安田圭は、親友で、たびたびお互いのブログに登場する。2014年2月、シンガポールの実業家男性と入籍したことを発表。 同年6月に、バリ島で結婚式を挙げ、林心女や安田啓ら、招待客に祝福された。その後、台湾でも式を挙げたという。2015年8月、シンガポールの病院で男児を出産。病気のため妊娠32週で、帝王切開をしての出産となった人物。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。